ホタルイカミュージアムは、富山県滑川市中川原にある、滑川市立の博物館。1998年4月17日にオープン。指定管理者制度により、株式会社ウェーブ滑川が管理、運営している、富山県博物館協会会員。ホタルイカをテーマとした、博物館で、建物は、ホタルイカの胴体の形をしており、道の駅ウェーブパーク滑川。 新装水体験施設、タラソピアと隣接している。開館時間は午前9時から午後5時まで。休館日は年末年始、6月1日から3月19日の毎週火曜日、1月最終月曜日から3日間。3月20日から5月31日までは、ホタルイカ漁のシーズン期間となり、ライブシアターや深海不思議の泉などに本物のホタルイカが放流され、 発行場が行われる他素手で直接ホタルイカに触ることもできる。なお、シーズン期間とそれ以外の期間では入館量が異なっている。2016年7月より、ダイオウムソクムシ3匹を飼育し展示している。なめがわシホタルイカ観光施設条例アーカイブド2016年3月4日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。